本の内容。今日はじゃじゃん、ホンダの毎月恒例企画、グレルの福袋を開封していきます。それではレッツゴー。はい、というわけで前回と前々回も動画出してるんですけどね、どれもね夏物がすごい大当たりで、もう今回もねかなり期待してます。気持ちとしては今までオールシーズン福袋を買ってきて、ワンピースが出たのが1回だけなんですよね。あとカバンとかがね出たことないので、ちょっとそういうの入ってたらいいなと思いながら、ちょっと期待して開封していこうと思います。前回が S サイズで、その前が M サイズだったんですけど、今回はまた戻って M サイズを購入しました。私身長が149センチなので、ちょっと同じぐらいの身長の方はぜひね参考に見てみてください。というわけでまず1着目なあ、こちら、お、なんだこれ、すごいレースの私が好きそうなやつみんなわかんないか、私どんなの好きか。開封していきます。なにこれ、ふわふわ、あ、これはいいですね。こちらです。この白いレースのトップスが入ってました。こういうレースのものって結構この肌に直に触るから若干のチクチクさを感じたりすると思うんですけど、これすごい滑らかでふわふわです。これめっちゃ当たりじゃん。こう今着るのはちょっと暑いかなって思うんですけど、もうちょっと暑さが落ち着いたら24度とかになったら全然着ていける。襟もねすごくレース可愛いし、全体のレースの柄もね高級感あります。なんといってもねこの裾がこんな感じでね、めっちゃ可愛い。じゃあちょっとこちら着てきます。ほっはっ、どうでしょう、すっごい可愛くない？本のキャミソールを中に着てみてるんですけど、めっちゃ可愛い。この手のところもしっかりこのレースの形に沿って裁断されてて、あとこの首のところもそうだし、すごいなんか高級感ある。これ今ちょっとねショーパン履いてるんですけど、ウエストがここでちょっと長めの丈になってます。これはすごく当たりだわ、この福袋。もう幸先がいい。2着目いきます。2着目がこちら、スカート入ってました。スカートプリーツスカートかな。お、かわいい。あ、違う、スカートじゃなかった。見てください、これ。じゃ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 ーん。こんな感じ。ウエストのところがね、こういう感じで、ビヨーンってゴムになってて、こんな感じのね、パンツなんですけど、テロテロっとした感じ。中に裏地がついてて、短パンの裏地がついてるので、下着も見えにくくなってます。しかも、なんか私も履けそうな丈感。よくさパンツでこのヒールを履くこと前提でちょっと足首が見える感じの長さの、多分それがこれです。だから私みたいな身長が低い民としてはジャストサイズで履けるんじゃないかなって思います。もう早速履いてみます。とっててて、バーン。はい、どうでしょう。めっちゃジャストサイズでした。すごいこれはやったね。パンツでこんなにサイズ合うことない。私ちょっとポコリお腹なんですけど、この太めのなんだろう、このゴムがねちょうどいい感じに押さえてくれてます。肝心の長さなんですけど、はい、こんな感じの長さになっています。これはしっかりスニーカーも履けるし、もう引きずらない。あとはですね、こういうベルト、これつけたら絶対可愛いと思う。これはいいですな。3着目、じゃじゃん、こちら、なんだ、タンクトップです。タンクトップ、ノースリーブだ。二の腕が気になる。じゃじゃーん、お、なんか飛んだ。こんな感じのノースリーブが入ってました。モカって感じの色ですね。で後ろはこんな感じです。着てきます。じゃん、じゃじゃん、はい、こんな感じです。すごい、仕事できそう。え、かわいいね。今サイズ見てみたんだけど M サイズでした。これのすごいいいところって、ここが結構ね詰まってるのでキャミソールが見えない。ここから見たず、ちょっとこれ大人っぽくていいね。なんか下に黒いスカートとか履いたらかわいい。で今んとこも全部当たり。4着目いきます。4着目、じゃじゃん、こちら T シャツです。 T シャツ、無地だ。無地のチャコールの T シャツ入ってました。色合いはこんな感じ。これめちゃめちゃ着回しやすそう。それでは着てきます。ほっ、パン。はい、実際着てみるとこんな感じです。最初 T シャツだって思った時より、普通の T シャツだったらもうちょっと狭いと思うんですけど、ここだけ思ったより、ね、空いてました。肩のところ、ここが縫わさってて、ここの上とこの部分が縫わさってるので袖が折れたデザインになっています。丈はね、ウエストがこの辺になります。くるっと一瞬、ここまで
て全部当たりじゃん。すごい嬉しい反面、なんかこの今さ、お洋服が売れてないって言うじゃないですか。だから嬉しいんだけど、ちょっとこんなに当たりでいいのかなっていう。だからちょっと福袋でね、こうやってちょっとね、嬉しい分、またグレイルでね、お買い物しようって気持ちになりますね。ちょろい。それではラストいきます。こちら、トップスかな？ニットのトップスが入ってました。ケリーグリーンって書いてある。めっちゃいい色じゃん。うわ、はっ。あ、かわいい。はい、こんな感じのトップスが入ってました。すごくね、伸びる素材になってます。じゃあラスト着てきます。じゃん、バン。はい、着てみるとこんな感じでーす。今日一可愛い。チッとしてね、こう見えて、ものすごい伸びるから、なんだろう、圧迫感とかなく着れます。あと、二の腕もね、ここまで長さがあるので隠してくれて。あとね、何より色が最高。これ何でも合うね。何でも合うけど、私は白いスカートを合わせて着たいなと思います。あー、可愛い。うん。色はこんな感じで。ズボンとかね、ここね、インしても出てこないくらい長めです。今さ、めちゃめちゃ部屋を作ってしんどいなって思ってたんだけど、それも吹き飛ぶくらいの嬉しさ。グレイルありがとう。というわけで、前回と前々回の福袋開封動画も概要欄に載せておくので、ぜひ見てみてください。というわけで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。もしね、最近福袋買った人いたら、こんなの入ってたよとか、同じだったとかね、コメント待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。